勝手に撮影するんだから、前田さんがね、やっぱりね、みんなそういう意識でいるんですよ。全然わざわざね、むしろ近いですからね。マイク束ねちゃってもいいですよ。あ、はい、お願いします。Thank you.
れじゃないですか。逆に足りないから、いいかもしれない。ダメなんだ。
中のお客さんに来てもらったら、あ、そこから少しいただけますか。ああ、まあ、でも出しとけば問題ないんで、ね、分かりますか。
じゃあ始めますね。はい。おはようございます。おはようございます。多くの方にお集まりいただいて本当にありがとうございます。本日8月8日木曜日、埼玉県知事選の告示です。私浜田聡、先ほど立候補届での受付を済ませてきました。現時点で届出者が5人のうち届出番号は3番になります。多くの方にお集まりいただいて本当にありがとうございます。はい、まず第一声として最初に一つお詫びをさせていただきます。 NHK から国民を守ると、本日のこの埼玉県庁においての第一声、NHK から国民を守ると代表の立花隆来る予定でしたが来れません。多くの方が代表を見る、代表と話をすることを楽しみにしてたと思うんですが、来れなかったことについて申し訳なく思います。来れない理由は寝坊です。NHK から国民を守る党はいろいろと奇抜なやり方をしておりますが、正直であること、これが一つのうちのいいところだと思います。寝坊で来れないこともはっきりと言います。NHK から国民を守る党は、どの選挙でも大体午前中はゆっくりしていることが多いですが、それはそれで選挙戦大変ですから、無理をしないっていうのも、本当に朝のんびりしているっていうのも一つのいいところだと思います。報道陣の方も我々そういう方針ですので、この機会に見聞きしていただければと思います。本日私浜田聡、埼玉県知事候補として立候補させていただきました。私実は今回の選挙におきまして3回目の選挙になります。しかも今年に入って3回目です。本当に数ヶ月前はこんな状況になるとは思っていなかったですが、でも本当にこの通り来て楽しく過ごさせていただいているなということを心より皆様に感謝申し上げます。今回の県知事選挙、まず立候補するにあたって県知事の仕事いろいろと調べてみました。本当に幅広い、そして責任感の伴う仕事だと思います。一方でできること、もし県知事になったらできるということが本当に幅広いなということがありまして、本当にやりがいがある仕事だと思います。先日初めてテレビ討論会に出させていただきましたし、昨日は政見放送の方も無事に終わらせていただきました。県知事としての仕事はたくさんありますし、それについていろいろと考えていきたいところではありますが、やはり我々 NHK から国民を守ると党の理念として、 NHK の受信料、 NHK を見ない人の権利を守っていく活動、特に NHK の集金人にいじめられている方をなくしたい、その思いをまず大事にしてこの選挙戦、それを訴えていきたいと思います。本日多くの方にお集まりいただきありがとうございます。今回の選挙戦、夏の非常に暑い時期での選挙になります。応援いただく方、本当にありがたく思うとともに、くれぐれも無理はしないで、ポスター貼りなど適度に
ご協力いただければと思います。私浜田聡、京都府京都市出身で現在は岡山県倉敷市在住、埼玉県には住んだことはありません。埼玉県のことについてはまだまだ知らないことが多いですので、この選挙戦17日間63市町村すべてを回らせていただく予定であります。63市町村すべてを回って選挙戦が終わったときには、私が埼玉県に抱くイメージ、もっと多くのことを埼玉県について知っていることになると思います。選挙戦が最終日、この失礼しました、この選挙戦60の中でですね、63市町村を回る中で最終日に埼玉のことをもっとよく知った状態で最終日無事に迎えられることを心がけようと思います。本日は最後まで、ご清聴ありがとうございました。少し短いですが、私からの出馬の挨拶をさせていただきます、させていただきました。どうもご清聴ありがとうございました。選挙戦の方をどうぞ応援いただける方、よろしくお願いいたします。というわけで第一声終了します。あ、そうですか、ちょっと大事なことを忘れていましたので例のポーズをさせていただこうと思います。皆さん準備はよろしいでしょうか。はい、あ、そうこれぐらいで、はい、いいですか。はい、埼玉県知事選挙に勝って NHK を抜こう。ありがとうございました。受け取りました。はいはい、もういら大丈夫ですか。これなんかあります、一社ずつ大丈夫ですか。これもじゃあ置いてくれるか。あー、そうですね。じゃあ、まず、あの、弊社の方に。はい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 。あ、どうも。あ、はい。埼玉県知事選挙、8月の24日まで、そして25日が投票日となっております。本日この今、先ほど、届け出の方をさせていただきました。浜田聡、今、会計を終えまして、この後、出発をさせていただきます。候補者本人、今、そしてこの後はその開戦会に乗りまして秩父市の方に向かっていきたいと思っております。まだ佐藤市秩父から国民を守るありがとうございます。ありがとうございます。秩父市から国民を守るとの秩父の浜田でございます。秩父の秩父山これで山登ろうと。
けどね、あっから通ると通ると渋滞しているものですからですね、目が合うかどうかでもやりていただくことができておりますけども、選挙戦が今日始まりました。埼玉県選挙、上田清司さんがずっとやってますね、16年ぐらい。新しい市が今度誕生することが濃厚となっております。はい、あ、よろしくお願いします。はい、まあ、まずはほっとしたなというところですね。まあ、選挙戦自体は与野党の対決で、まあ、自分自身の当選はというよりは、まあ、党として党の主張をしっかりと認知していただくというのが昨日の、まあ、先日の討論会をさせていただきましたし、昨日政見放送を収録して本日届け出が無事終わりました。なんか今日ではひとまず最後までホッとしてるのが大丈夫ですか？秩父だけになっても全然知らない。もしあれだったら、はい、いや、一番やるのなかなかナビつけてる選挙カーって見たことなくて、遊びの子に行くまず、13市町村で、まあ、回ることで実際にどんな状況なのかなで、あ、みんなの共通認識が可能であればやってくれるだけ話してる。やるのはね、いや、他にない、まあ、選挙のですね、どこ行くかっていうのはできるだけ前日まで埼玉の県の県にあるところは自動車の時に行くことができる。まあそうですね、一つは参議院議員選挙が終わりまして、で後に大きな選挙があるというのが一つ、まあ、正直なことになります。まあ、ただですね、NHK からのコメントを見るとですね、NHK 問題ももちろん前面に押し出してるんですけど、もちろん政治でやる以上ですね、それ以外のことも、まあ、考えていく必要はありますし、まあ、今後選挙戦どんどん戦っていく上で、まあ、やっぱり NHK 問題プラスそれ以外のこともどういうふうに伝えていくのかというか、党としてどういう方向性を出していくのかっていうのがですね、まあ、踏まえて、まあ、そういう経験値を蓄積するという意味も意味もあると思います。最後の話はないとおっしゃってましたけど、はいはい、どんな、はい、そうですね、まず面積の割に63市町村ですね。まあ、これ日本で第3位の市町村なんですね。まあ、市町村合併が進んでいる中でこんだけですね、各自治体の名前が残っていることはですね、本当にそれが埼玉県の特徴だと思っています。まあ、個人的にはそういう昔からあるですね、自治体独自の各地の特性っていうのは残していってほしいなと思いますので、まあそうですね、埼玉県で一つでどうこうというよりは、63市町村がそれぞれに特徴があると思いますので、まあ、それをそういうイメージがあるので、実際に自分でも行こうと思っています。はい、はい、はい、まず第1点が NHK の受信料制度について考えていただくということになります。まあ、現在の受信料制度ですね、70年前に作られた法律をそのまま適用しているような状態で、
まあ、NHK を見ない権利というのが守られてないというところにあります。まあ、昔はですね、設備的なところで無理だったんですけど、現在はもう地デジ化も進む、もう完了してますので、技術的には可能になるということになります。で、まあ、NHK から国民を守る党として書いてるのが、見ない人は、受信料払わない人は電波をスクランブル化というのを進めるんですけど、まあ、そのスクランブル化を進めるにあたって、一つは放送法を変えて、国会に行って、議席を取るとして、まあ、有効になっているので、実際にこの前の参議院選挙では、もう一歩ですね、スクランブル化を実現する方法としては、首長選挙で首長になることっていうのは、もう一つの、また新しい方法かなと思います。現実的には選挙で勝つっていうのは難しいので、ところではあるんですけれど、まあ、少なくとも党の主張を広めていくっていうことができますので、そういうふうな、今後、党としても進んでいくんじゃないかなというふうに思います。すみません、目標の票数ってありますか？そうですね。まあ、現実的には、供託金ラインには難しいとは思ってますけど、そちらに到達できれば本当に大成功だなと思っています。与野党一騎打ちの状況ですので、まあ、本当に、そっち、なんていうか、票としてはどうですかね。まあ、あっ、票として、まあ、供託金ライン超えれば大成功だと思ってます。供託金は、はい、どのようにして、はい、今回はご自身の、あ、いやいや、党の方で、はい、出していただいてます。ああ、なんか言ってました。はい、資金系の地域の推進についても、はい、東京までおっしゃってましたけど、はい、日本の内政とかでも触れられてなかったのは何か、はい、あの理由があります。あ、そうですね、まあ、党の方で、まあ、それを主張しているわけではないので、もちろん理解していただいている議員、あ、もう全然、はい、あらかもし分からなくなったら掲示板に書いてます。まあ、ただ、その党の中でそういうのが主流というわけではないですので、あくまで一意思として、に関してはお伝えさせてもらっているわけで、という事情もあって、今回、まあ、第一声であったり、演説内容などにそれを入れていることを、まあ、ちょっと今のところ考えてはいないですけど、インターネットでは、はい、述べさせてもらおうと思います。それもあれですが、はい、の方針としてですね、はい、今 NHK の問題というのが、はい、まあ、最優先ですので、そうですね、まあ、そのことについては触れないような、何かそういう、まあ、党首なり、なんか、はい、議論とかするのか、いや、特に議論もないし、持ってるのも本質ない、でも、まあ、まあ、自分自身は表現としては空気を読んでいるんですけど、まあ、まあ、予防接種の問題結構難しい点がありますので、はい、今日の服装は何か、はい、今日はどういう服装で第一線というのは何かという考えがあるんですか？まずは、仕事に意味はないと思うんですが、比較的涼しめの服装で、上に羽織らないというのは、できるだけ涼しいことは言えない。たくさんの方を応援に来てらっしゃったと思うんですけど、はい、どういう方たちが来られて来てたのか教えていただいてもいいですか？そうですね、現職の議員、地方議会の議員の方が3分の1から半分ぐらいでして、とは党の中で比較的コアに働いていただいている支援者の方が出たがりや、
何年日の、はい、何人ぐらい来てらっしゃるんですか。あか30人ぐらい。具体的には、まあ、どこの県とか、まあ、県内の自治体とか、はい、どこから来てるのか。現職の国の方は関東地方を中心に移る。まあ、どこの中で働いていただく方おられています。先日の参議院議員選挙で各選挙区で候補者になったのが複数の候補者になっています。はい、やばい。今日すみません、支部から回られるのはまず埼玉県、まあ、長い距離を移動することで大体の距離感をつかみたいというのがあって、まあ、それを踏まえて今後の選挙の日程も組んでいこうかなと思っています。はい、もう該当はしないで流す感じですか、車で。そうですね、まあ、場所でちょっと人が多いようなら該当はしてもいいかなと思います。支援者の方も初日ということもあるスターハリーの話ご自身でも張っていくんですか。そうですね、見かけたら張っていこうかなと。自分の世界に困っている、その世界の場合は強者です ありましたけど。